はい、タイヤバームクーヘンです。足立区のですね、これ東部の方ですね、綾瀬のよりもさらに東ですけども、ここの、足立第12中学校に来ております。ここですね、なんかこう今校庭なんですけども、校舎と校庭が離れてるんで、あの歩道橋で覆われてるんです。覆われてるというかですね、渡れるようになってまして、これが印象的ですね。皆さんちょっとこうですね、ぐるっと回りたいと思います。ここすごいですね、印象的ですよね。このシーンですね、印象的な雰囲気があります。私第12中学校専用歩道橋ですね。ちょっと渡らせてもらいます。はい、足立第二中学校でございますね。大谷田ですかね。で、一応ここは校舎がこんな感じで、鎮座しておりますけども、あります。たなびいてますね。ちょっと行きますか。だ、これ一般の人はですね、これ使えない歩道橋ですね。皆さん、これはですね、足立第12中学校の生徒とですね、先生しか使えない歩道橋です。なので、塀の中に、敷地内に歩道橋がありますので、通常のお客さんはそれを使えないと、お客さんというか住民の人は使えないという形でご理解いただければ幸いかなと思います。はい、ここはですね、先ほどと違って敷地がしっかりとですね、道路で囲われてますんで、比較的なんか歩きやすいところですね。大谷田でございますね。あんまりすみません、私この私いつも西の方に暮らしてるんで、あんまりこれちょっとすみません、馴染みがなくて大変申し訳ないんですけども、これが足立第12中学校でございます。ちょっとぐるっと回らせてもらいます。はい、皆さんですね、この中学校ですね、卒業された方もいらっしゃると思いますけども、もう私の動画にたどり着いてですね、見ていただいた方で懐かしんでいただければ、幸いかと思います。先ほどのですね、足立第一中学校に関してはちょっとですね、もう全部、校舎のですね、前面は出入りできるんですけども、その他はみんな住宅でですね、囲まれてしまってまして、ほぼぐるっと取れないでちょっと終わってしまったんで、ちょっと残念だったんですけども、ここはですね、全部道路に囲われてますので、ぐるって回って、ちょっとですね、歩いて回れそうです。ちょっと揺れちゃって申し訳ないんですけども、こんな雰囲気ですね。でも給食室がありますからね、そこで給食作ってんでしょうね。はい、こんな感じですね。これぐるっと回らせていただいて、今時間が10時回ったのかな、もう10時回ったんであれですけども、これ体育館ですね。体育館みんな省略してましたからね、当時ですね、体育館って言ってましたからね。体育館って言ってる人いなかったと思うんですよ、私の記憶ですと。どうでしょう皆さん、体育館って言ってましたか。体育館は体育館っていうのに、何でしたっけ、保育園っていうのは保育園って言わないのは何でしょうね。そこが不思議なんですよね。こんな感じですね。そこは私ちょっと分かんなかったんですけど、
保健体育っていうじゃないですか。体っていう体って字ですね。育が育だから体育、保健の方の育だから保育なんですね。だから保育園って言わないじゃないですか。何言ってるのかな、分かんないですけどね。はい、ちょっとぐるっと回ってきましたけども、ここに何かありますね。祠みたいのが、皆さん知ってますか、これ。祠みたいの、皆さんちょっと卒業してる方いらっしゃったら教えてくださいませ。何のものなのか。はい、でこんな感じですけどね。はい、では一番いいところから終わりしますかね。はい、で足立区立第12中学校ですね、撮らさせていただきました。はい、どうもありがとうございました。はい、ちょっとですね、ここ来ましたけど、ちょっとですね、こっちおまけで、今度ですね、あの運動場ちょっとだけ回ってみたいと思います。あ、でもここはあれですね、運動場あるけどちょっと見えなそうですね。これ足立12中学校の運動場、ちょっとおまけで撮りました。ありがとうございます。